あの、もう皆さんからどうぞ。あ、どうぞ。あ、あるとまいろ。はい。え、もういいですよ。はい。ありがとうございます。はい。これから4年間よろしくお願いします。お願いします。あ、あの、ジャーナリストの人でございます。はい。あの、3つ聞かせてください。はい。メモありますか？何でもいいです。はい。はい。はい。1つはですね、橋本市長から見られて、大阪市の財政は、どうか、つまり、破産会社なのか、それとも悪霊会社なのか。これが1点。で、もう1点は、生活保護行政について教えてください。あの、大阪市の生活保護っていうのは、ご承知のように大変なんですが、世帯率で見ると確か18人の1人、歳出は2900億円を押してたような記憶があるんですが、確か、これ確かダブル選挙の期間中、橋本市長と岩政の選手とラジオ討論で、その生活保護行政を指して、甘いというふうにおっしゃった記憶があります。そうすると、橋本市長になられて、生活保護行政、具体的に例えば、その保護世帯率を下げるとか、歳出を削減するとかといった、具体的な数値目標というのがあるんでしょうか。これが2点目です。最後、はい、最後。これは、もう、橋本市長は、多分、嫌というほど質問されて、耳に立つかもしれませんが、あえて聞かせてください。つまり、市長は4年間続けていく覚悟はあるのか。どういうことかというと、例えば国政転出のチャンスがあれば、そちらの方に向かうのか。というこの3点、よろしくお願いします。まず1点目なんですが、財政については、これから財政局に、分析をしてもらいます、その収支見通しを30年単位で、長期トレンドを出して、その後ターゲット、歳出削減、収支改善のターゲット額を出すという、その大まかな方針を出してますから、この分析は、やはりこれは僕ができませんので、これは役所にフル稼働してもらってですね、財政状況を明らかにしていきたいと思っています。いわゆる大阪府庁でやっていた減災基金の借り入れ、こちらでは公債償還基金というんですかね、そういうものからの借り入れはないというふうに聞いていますが、ただいろいろな基金、これはある意味財政調整基金に似たような、各種別に分かれているそういう基金を取り崩して、補填をしながら収支の均衡を合わせていたというところの報告を受けましたから、財政局に指示を出したのは補填財源は使わない、それから大阪府で研究会を開いて、これは財政研究会1年目2年目で1年目で開いたんですかね、退職手当債も基本的には使わないという結論を府庁の財政研究会で導き出しましたから、このように補填財源を使うことなく入りと出を均衡を合わすというのが僕のやり方ですから、それをやろうと思えばどれぐらい収支改善をしなければいけないのかのこの数字を出します。それを見てからでないと、今大阪市の財政状況が破綻状態なのか、有料なのか、有料ではないですよ、有料では。ただ大阪府庁の時のような、いわゆる借金返済のための借金を返済するために積み上げてきた基金を取り崩すという、この禁じ手は使っておりませんのでね、その点はちょっとしっかり精査したいなというふうに思っています。実質公債比率については平松市長と選挙戦でかなりやり合ったところはありますけども、あれはある意味数字のテクニカルのところで、平成何年でしたっけね、18年から19年ぐらいにかけて、都市計画税か何かのところがですね、特定財源だということで、その都市計画税に見合う負債部分が分子から実質公債比率を計算するときの分子から外れたわけです。これもメディアの皆さんが取材してもらえれば分かるわけで、これは当時の横浜市長の中田市長がかなり強く言っていてですね、それまで大阪市も政令市軒並みみんな 10% 後半台の実質公債比率が、その平成18年19年ぐらいのそのテクニカルな制度改正によって、たまたま実質公債比率が 10% 台に落ちたというね、これはもう数字というか計算の仕方によっていくらでもこの数字は変わってきますから、実質公債比率が 10% 前半だから財政状況がいいという、そういう甘い認識は僕は立ちません。まずはやっぱり特定財源を使わずに、
収支の均衡を合わす、収入の範囲で予算を組むというこの方針はしっかり打ち出しますので、これは財政局に指示を出しまして予算編成方針にも特定、予算編成方針の方にですね、補填財源を使うことなく収入の範囲で予算を組むという、まあ、これは大阪府庁でやったその大方針を一つ命題に掲げてこれから財政の分析をしていきます。生活保護行政についてはこれも一番力を入れなければいけないところなんですが、数値目標というのはこれは簡単には出せません。やはりきちんとサポートしなければいけない人たちにはこれは数値目標関係なくサポートしなければいけませんから、その保護率を下げるとか全体のその本来給付を受けなければいけない、まあ、健康で文化的な最低限度の生活をですね保障しなければいけないその対象者にはそれは数値がどうであれ、きちんと給付しなければいけませんから、グロスでガサッと全部本来給付しなければいけない人たちに対しての給付分も含めてね、削減目標を出すことはしません。ただこれは生活保護行政はもう国の無策です。もう全く日本国政府の、まあ、国会議員も霞が関もこの無策によってこういう状態になってますんでね、この無策ぶりをやっぱりきちんと府民の皆さんにアピールしながら、まあ、最終的にはこれ国の制度を動かすということになれば政治闘争するしかないと思ってますけどもね、生活保護の保護費をね地方に負担させるっていうのはまあそれなりの理由はあるかと思います。受給認定業務っていうものをこれ、地方がやってるわけですから、これもし地方の負担がなければそれは市役所どんどこどんどこもう認定していきますよ。自分のところの負担があるから認定業務もやっぱり力が入るわけですよね。そうであればね、負担を負わされるんであれば口も出させてくれってことを言っていきたいと思います。口も出させてもらう、その今負担だけ負わされてですね、その受給認定についてのルールは全国一律の要件なんですね。だから国が勝手に政策を決定して、それにかかる費用は無条件に地方から金を奪い取るというこの構造、これを僕は直轄事業負担金というものを象徴に掲げてですね、まさに直轄事業負担金というのはあの制度だけを改める目的じゃなかったんですよね。この国全体の仕組みで国の政策決定によって、無理やりもう無条件に有無を言わさず地方からお金をもぎ取っていくというこの今の国と地方の関係というものを改めたかったから国直轄事業負担金の廃止だということを僕は大きく主張していったんですが、どうも民主党さんは国直轄事業の負担金だけはあそこの制度だけ改めればそれはそれでいいというふうに考えられてしまったのかね、全く地方分権についての理念とかそういうものが感じられないですね。もう生活保護行政なんてのは最たるものですよ。国が全部制度を決めてかかった費用の一部を4分の1ですか、これを地方で、負担しろなんて、こんな馬鹿げたもう国の仕組みなんていうのは成り立つわけありません。だから僕が言いたいのは、地方も負担をするんだったら、地方も負担をさせられるんだったら生活保護の政策決定に地方からも地方からも口を出させてくれと、まあ、4分の1でよかったんですね。これ生活保護4分の1でですね、4分の1金出すんだったら4分の1分は口を出させてくれと、それは受給のね認定要件のところですよ。僕はもっと就労支援はしますけれども、どうしてもサボる人にはやっぱり保護費は出したくないですからね。こういうことをね地方でできないです。もう生活保護行政っていうのは全国一律の制度だからということで全部国が決めてるわけですよ。4分の1費用出さされるんだったら4分の1分ぐらいは口を出させてくれってことを、まあ、強く言っていかざるを得ない、それを言うしかないですね。まあそれすらね口も出させてくれないんだったらもう受給認定業務やりません。もう僕はやらない。もうあまりにもその国が勝手にもうそういうふうに生活保護制度を作ってね、それから金だけ大阪市から700億以上ねどんどんといくわけですよ。それは大阪でね生活保護なんとかしろって言ったって経済政策のその権限も全部国が持ってるわけですよ。だから金を出さすんだったらねこっちにも口出させてくれと、規制緩和とか減税とか特区の申請だって国にこれ言って3年半ぐらいかかってるわけですよ。もうこんなね国が全部権限だけ握っておいて金の負担だけ地方にやらせろなんて、こんな仕組みは僕はもう到底納得できませんから、どっちかです。金を負担させられるんだったら口も出させてくれと、で口も出させてくれないんだったらもう負担もしませんよと、もう二者択一を、まあ、国に迫っていきたい。だからどうしてもこの大阪市役所サイドの方の僕らの言い分を
全く国が聞かないっていうんだったら、まあ、選挙で政治闘争するしかないし、これ大都市制度の問題として次の衆議院総選挙でこれをまた争点に掲げてね、政治闘争していくしかないし、国会議員が言うこと聞かないんであれば、この生活保護行政を変えていくような国会議員を出していくという政治活動をしなければいけませんしね、そういう政治活動とは別に全くもうこちらに配慮もへったくれもないような、そんな国の態度で来るんであればね、それは市町村とみんな結託してね、もう受給認定業務やらない、もうどうぞ国でやってくれと。だって社会保険庁だ。